おお、来たな。それじゃ始めますか。ルールはこの俺から鈴を取るだけ。もちろん俺を倒すつもりで来ないと鈴を取ることはできないからな。今度は絶対奪ってやる。うん。どうやら今回は俺も少し本気を出さなきゃいけないみたいだな。よし、それじゃスタートだ。行くぜ。うまく合わせなさいよ、ナルト。行くわよ、ナルト。よっしゃ。いやー、しかしお前らも強くなったね。まさか本当に鈴を取られちゃうとはね。俺ってばカカシ先生追い越しちゃったかもよ。何言ってんのよ、偉そうに。ま、とにかく二人とも試験は合格だ。今後は俺と一緒に任務をこなしていくことになる。おう。これからの任務に関しては後々説明してやる。とりあえず今日はこれで解散だ。体休めとけよ。さてと、練習も終わったし、俺ってばこれから何を。やっぱここは一楽で決まりだな。あ、そうだ、さくらちゃんも一緒に行かね。ううん、今日はやめとく。ちょっと用事があるし。そっか、用事があるなら仕方ねってばよ。あんた久しぶりの一楽でしょ。私に構わないで行ってきなさい。うん、分かったってばよ。よし、そんじゃ一楽ラーメンに直行。
来た来た。ああ、久しぶりだな、ナルト。イルカ先生。うめえ。やっぱラーメンはおっちゃんとこに限るってばよ。嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。イルカ先生もラーメンサンキューね。今日は帰郷祝いだ。どんどん食べていいぞ。幸せだってばよ。しかしこれからが大変だな、お前は。え、なんで？ん？聞いてないのか？お前の同期で中任になってないのはお前だけって話は。ああ、なんだ、本当に聞いてなかったのか。俺はてっきり次の試験にお前が出るものだと。そうだ、あいつはガーラはどうなったんだってばよ。ガーラ？うん、あの子はちょっと特別だ。特別ってどういうことだよ。実はな、あの子は砂隠れの風影になったんだ。風影。おかげを目指してるお前としては先を越されてショックかもしれないが。そっかやっぱカーラはすげえってばよ。ナルト、あいつは頑張ってすげえ努力して、そしてみんなに認められて風かけになったんだ。よーし、俺も負けてらんねえってばよ。そろそろだな。油断すんじゃねえぞ、デイダラ。相手は人中力なんだからな。オイラの術は全て芸術だ。それにちゃんと準備はしてきている。まあ、サソリの旦那は見てればいい。あんまり待たせんなよ。一尾四角の人中力。砂漠のガーラか。どんなものか楽しみだ。潜入成功。ん？おお、よくオイラの潜入に気づいたな。さすがは砂隠れの風かけってとこか。うん、この砂漠にあんな鳥はいない。隠密行動は失敗だな。しかしてめえを探す手間が省けたぞ。その衣、お前が暁か。お前の好きにはさせない。これは結構楽しめそうだな。